よさこい柏紅塾と言います、私たち高知のよさこいを中心として踊っております。今年やっと開催されます8月9、10、11、12とあります、高知本よさこい祭りにも参加させていただくことになっております。今日はですね、4曲をやらさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。まずはですね、標準的な踊りになりますけども、成長よさこい踊りという、高知でですね、これが基本になっております。この踊り踊らさせていただきますのでよろしくお願いします。Thank you.